我が国屈指の最強お国言葉大阪弁。そのノリの良さと陽気な雰囲気から、今10代が憧れる方言ランキングでなんと大阪弁が堂々トップに君臨。さらに SNS でもわろた、それな、言うてなどの大阪ワードが席巻。実際に若者の聖地渋谷で東京のヤング世代に聞いてみると、意味わかんないぐらい使う、意味わかんないぐらい使う、やめてもろてもろてそう、若者たちを中心に東京では大阪弁が完全に日常化しているのだ。では逆に当の大阪府民は東京の言葉、共通語をどう思っているのだろうか。難波にいたおしゃれ夫婦を直撃。関西弁というのは全国で人気だけども、はい、みんなはその東京弁みたいなのはどう思ってるのかなっていうのを聞いたので、まあ使わないですよね。もう全然ですか、使えないですよね。使わないじゃなくて、おかしなりますでしょ僕が喋ると。何がそんな無理なんですかね。全て全然違うんですよ。関西から向こうにいた漫才師とかの方で、お笑いの方で標準が喋ってるのものすごい違和感ありありです。めっちゃ感じ悪いと思います。普段って全然使わない感じなんですか。使わないです。例えばじゃあ学校の授業とか国語の本読むときとか、はい、もう多分関西弁のイントネーションが出てると思う。そうですか。一人ぐらいなんかきちっと共通語で喋ってるみたいな子はいないんですか。おらんかったよな。おっと、大阪府民、これは想像以上に共通語に馴染みがない様子。ならば共通語でインタビューに答えてもらうとどうなるのか。健康診断です。あ、健康診断ですか。これから健康診断の同僚コンビで実験。今日仕事の仲間と2人で健康診断にっていうのを共通語で教えてもらってもいいですか。今日健康診断って同僚くるあんま喋りてなかったです。僕沖縄に3年住んでましたけど、はい、つい半年ぐらい前に帰ってきたんですけど、はい、何一つ映ってないんですよ。大阪府民は共通語が苦手どころかうまく話せない。あのべしゃりのプロ集団が共通語を話せないとは一体。引き続き検証。大阪弁禁止で共通語で喋ってください。共通語。今日何してるんですか。ベビータピー。ベビータピー。喋られへん。ベビータピー。単語言ってるだけじゃん。今日はどっから何をしにどこに行くんですか。住吉区の方から、はい、ベビータピー屋さんに、はい、行きます。いかにも大阪なしゃべくり姉さんコンビは、大阪の方たちは共通語、標準語のことどう思ってるのかなって言われて、喋れるって。喋れます。絶対無理。本当ですか。思ってるだけや。今から2人じゃあ共通語だけで話してみてください。今日いいじゃん。そうじゃん、そうじゃん。あ、言わなくても。そうじゃん、そうじゃん。日本語がええなってことで。共通語で会話してもらってもいいですか。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は何を、今日は何食べるんですか、夜ご飯。あ、僕、標準語で言うの。今日は牡蠣食べるんだよ。牡蠣って生で食べるんだよ。レモン絞ってさ、キュッと絞るんだよ。本当に美味しいんだよ。最高だぜ。今日何するんだい？今日のおかずは。さらに大阪府民の共通語に対する認識に新情報が。共通語でこれあんま言いたくないなっていう言葉ってあります？じゃんはハードル一番高いかも。ちょっと言ってみます。いやもう言えないです。言えない。なんか。なんかちょっとダメです。飲んでないじゃんとか言って、飲んでないじゃんは嫌やな。恥ずか
こんなさーとかじゃんとかな、ジンマシンだらけになってシャーってなってだよねとか使うと恥ずかしい、まあ、恥ずかしい、恥ずかしい、魂打った感がある東京チックな語尾のついた会話も。そうなんだよ、東京出身なんだ、東大出身なんだぜ。恥ずかしさのあまりキャラを乗せずには共通語を話すことができない府民続出。中にはこんな意見も。なんか文字数長ない、ヤンやから、すごいヤンやから、字消したらもう一個消せるわけやから、めっちゃすごいやん。早く言いたいもんな、すごいやん、早く言いたいもんな、早く言いたい、早く伝えたい、早く伝えたい、めっちゃすごいじゃん、なんか 長くなる的になんか。ちなみに大阪弁では共通語のジャンはヤンに、だぜはやで、そうだよねはそうやんな、などに変換可能。確かに。この方なんてなんて言います？田中、田中。田中さん。友達だって田中に。俺も絶対友達田中や。田中や。この方の相方わかります？太田さん。田中さんと太田さん。田中さんと太田さんのコンビじゃないですか。田中さんと太田さんってまた違うな。違うな。サザエさんな。ほんまに。なんでサザエさん？響き的にな。この方なんてなんて言います？名字。そんな田中さんに向けた少々濃くなオーダーをしてみた。共通語でちょっとメッセージあれば。共通語。田中さん番組させていただいて、田中さん番組見させてもらいますがおかしいですね。見させてもらってますが拝見させていただいてます。番組 MC もだいぶ馴染んで違和感なく馴染んで番組にも馴染んで違和感なく見れてます。そういう無理ですね、無理ですね、無理ですね。大阪府民の皆さん、慣れない共通語ありがとうございました。